こんばんは、佐藤千秋です。毎週金曜日のこの時間はセイコーサウンドストレージ、過去から現在までゲストの人生の時を共に刻んできた音楽にフォーカス、1ヶ月にわたって思い出とともに語っていただきます。今月のマンスリーゲストは山本さやかさん。最終週の今夜、思い出とともにお届けするのは、山本さやかさんがワクワクドキドキしたこと、影響を受けたアーティストの大切な曲への思い、そして今年を振り返って思うこと、2019年を締めくくる30分です。セイコーサウンドストレージ。 This program is brought to you by セイコーホールディングス。On 81.3 FM. On 81.3 FM. Seiko. Sound Storage. こんばんは、山本さやかです。Seiko Sound Storage。私のいろいろな体験を音楽とともにお話ししてきましたが、今回が最終週です。まずは最近ワクワクドキドキしたことをお話ししてみたいと思います。それの一番はですね、ロンドンへ行ったことです。25日にリリースされたばかりの私のサードアルバムアルファ、こちらのアルバムにまつわるお仕事でロンドンに行ってきました。アルバムのジャケット撮影やフォトブック撮影、あとミュージックビデオ撮影、そしてマスタリングなどなどで、行かせていただいてきました。本当にどこに行ってもですね、おしゃれなので、どこで撮っても映える、歩いてるだけですごく満たされるような街並みだったなって思いますし、一番の仕事というか目的がマスタリングだったんですけども、アルバムのマスタリングに立ち会わせていただきました。メトロポリススタジオというところでやらせていただいたんですけども、クイーンさんだったりリーガガさんだったり、本当にいろんな方がそこでレコーディングをされているレコーディングスタジオなんですけども、最近の私のシングルからそのロンドンでマスタリングをしていただくようになりまして、実際に自分でも確かめに行きたいなっていうので行かせていただいてきました。マスタリングっていうのはまあざっくり言いますと、アルバムとかになるとその全曲通しての音のバランスだったりとかを調整してスムーズに聞こえを良くしたりだとか、あとは声の響き具合、楽器の響き具合、ボリュームバランスとか、あとは曲間を何秒開けるのかとか、すごくまあそういう細かい作業を、したりとかするのがマスタリングという作業なんですけど、それをやらせていただいてきました。言葉の壁もあったんですけど、全く伝わらないってことがなく、思ってる通りに全部こう再現していただいて、めちゃくちゃ満足のいく、マスタリング作業ができました。でそこで実際に聞いてみる作業とかも、スピーカーで聞いてみたり、ヘッドホンで聞いてみたり、あとはレコードで聞いてみたりっていうのがあるんですけど、そのねレコードで聞くのもまためちゃくちゃいいなっていうのを感じましたね。レコードショップにも行かせていただいたりとかしたんですけど、本当によりこう音のそれぞれの浮き立ちというんですかね、がしっかり住み分けみたいなのができていて、生感のある
音が出てくるんだなっていうのは私も実感しました。だからレコードもいいなっていうのをね、学んで帰ってきた、ロンドンでの作業でございました。そしてロンドンからイメージする楽曲ということでですね、ご紹介したい曲があります。スウェードというバンドの楽曲なんですけども、こちら UK ロックの代表ともいえるバンドさんで、聴いていただく楽曲はボーカルエフェクトがめちゃくちゃこうかっこいいと言いますか、そしてイントロとかは結構なんて言うんだろう、少し不安感を煽るというか、ちょっと不気味みたいなイントロなんですけど、これがこう曲が始まって、サビに行くとすごくポップまではいかないんですけども、キャッチーで明るくこう広がっていく感じが面白いなっていう楽曲になっています。それでは聴いてください。スウェードでアウトサイダーズ。旅先でも音楽はいろいろ聴きますね。まあでもアッパー系の曲を聴くことが多いですかね。もともとロックも好きなので、まあ、そういう楽曲が多いですかね。あと洋楽も多いですかね。フォールアウトボーイさんとか、あとジェイソン・ムラーズさんとか、最近は結構好きでよく聴いてますね。まあ、お仕事で海外行ったり旅をすることも、まあ、多いんですけども、ツアーとか、まあ、私なりの旅を楽しむコツ、旅先で必ずすること、そうですね、めちゃ決めてるってわけじゃないんですけど、スーパーに行くのが好きですね。なんかお土産屋さんとかってやっぱりなんかこう置いてあるものって結構決まってきたりとか、まあ、観光客向けだったりとかするので、そうじゃなくってその土地の人がもう普段からこう使ってるものとか好きで取り入れてるものとかが知りたいなっていうので、スーパーとか、あとはまああったらコンビニとか、そういうところに行ったりすることが多いですかね。でそこでまあお菓子とかなんかちょっとしたおもちゃとか買ったりして、その土地を楽しんでますね。うん。最近はでも結構カメラが好きなので、自分で行った土地の写真をいっぱい撮って、それを全部現像して、最近だったら結構ネットとかでもできるので、アルバムにしたりとかして、旅アルバムみたいなのを作ったりしてます。最近は、まあ、最近の音楽との出会いはやっぱりサブスクとかが多いですかね。結構メイク、そのライブ前のメイク中とかに、まあ、自分のリストに入ってる楽曲をかけることもあるんですけど、そのサブスクとかだったらなんか他の人のおすすめリストがあったりとか、あとラジオみたいにその最近人気とかこういうテーマでのなんかおすすめの楽曲っていうまとめたものがあったりとかするので、そういうのを聞いたりとかして、まあ、知らないアーティストさんだったりとか曲だったりとかに出会って、いいなって思うものがあったら、そこからさらにいろんな楽曲聞いていったりとかして、そうですね、知っていくことが多いですかね。あとは勧めてもらったりとかしたらなるべく全部聞くようにしてます。うん、自分のアンテナ以外から引っかかった曲がどういうものがあるのかなっていうのは一番、しかもね、みんなそのおすすめって言って勧めてきてくれてるわけですから、絶対何かいい理由があると思ってるので、そういう理由探しとかね、そういうのも好きだったりとかします。最近は自分の楽曲で挑戦したりとかもしてたので、 R&B とかヒップホップ、シティポップにも、まあ、結構興味があって聞いておりますね。はい、まあ、かつて影響を受けた楽曲もやっぱり大切な存在です。本当に何度も言ってきているんですけども、アブリル・ラビーンさん、そしてエルレガーデンさんですね。
もうアブリル・ラビンさん本当に物心ついた頃から聞いてたので、そういう意味ですごく自分に一番染みついているアーティスト、シンガーソングライターさんではあるんですけども、エレレガーデンさんは兄の影響で、聞くようになった楽曲なんですけども、エレレガーデンさんは本当にどちらかというと自分が一人の人間としてすごく助けられた、支えられた、バンドっていうので本当にすごく自分にとって大切な存在です。いつも聞く側に届けるための、助けるための歌っていうのをすごく書かれているじゃないかなと思っていまして、だからより一層そういう苦しみだったりとか辛さだったりとかっていう時に響く曲がたくさんあります。そんな曲じゃあご紹介したいなと思います。この曲もきっと、苦しんでるあなたを助ける、そんな一曲になると思います。エレレガーデンでミドルオブノーウェア。アルバムアルファがリリースされたばかりの私、山本彩香ですが、2019年本当にいろんなことがありました。ツアー自身最多公演のツアーをやらせていただいたり、初の夏フェスに出させていただいたり、あとは怒涛のリリースですね。本当にツアーをしながら制作をしたりとか、結構ある意味自分を追い詰めながら、でもそれがすごく充実感のある一年だったなと思っています。グループ卒業して直後の一年でこれだけいろんな、挑戦だったりとかっていうのができて、すごく本当に大事な一年だったなと思っています。間もなく2020年がやってくるわけなんですけども、来年は2月から全国ホールツアーが控えていまして、2月22日千葉県市川市文化会館からスタートして、4月末まで全国16カ所20公演の、ライブツアーとなっています。今年やらせていただいたのはライブハウスツアーだったんですけども、来年はホールツアーっていうことで、また多分聞こえ方とか見え方とか変わってくると思うので、そういったいろんな角度から、演出とか変えていって楽しんでいただけるライブにしたいなと思っています。あとはアルバムを引っ提げてのツアーにもなりますので、今までのライブで歌ってこなかった楽曲も多分いっぱい歌うことになると思うので、それぞれの楽曲が、より皆さんの心に留まるようにパフォーマンスで、印象付けられるようなライブにしていけたらいいなと思っておりますので、皆さんぜひお近くでライブある際には遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。来年どんな一年になるのか私もまだ全然わからないんですけども、今年以上の一年にできるように、そして今年を生かせる一年になるように、また今年多分以上に大事な一年になってくると思うので、このホールツアーも大成功させて、成長していきたいなと思っております。それでは最後にニューアルバムアルファから一曲お聴きください。山本彩香で Are You Ready。 以上、山本彩香でした。ありがとうございました。セイコーサウンドストレージ、今月は山本彩香さんの音楽体験を4週にわたってお送りしました。ロンドンでマスタリングした、音にもこだわったアルバムの中から Are You Ready という曲をかけてくれましたが、ロックチューンで本当に山本彩香さんらしい楽曲だなというふうに思いました。
今回このアルバムはいろんなタイプの楽曲が入っていて、こう聞き応え十分というような作品になってるなと思いましたので、ぜひいろんな方に聞いてほしいですね。番組ウェブサイトでは今夜登場した音楽エピソードのダイジェストをアーカイブしています。私佐藤千秋の収録風景もアップしていますので、ぜひご覧ください。また番組では毎月1名のリスナーにプレゼントをご用意しています。男性には限界に挑戦する人々に向けた本格機能のスペシャリティスポーツウォッチ、セイコープロスペックス。そして女性には仕事もプライベートも充実した毎日を送る、働く女性を輝かせる高機能レディースウォッチ、セイコールキアの腕時計をご用意。今月のゲスト山本彩花さんのサイン入りメッセージカードをつけてお送りします。プレゼントをご希望の方は番組のインスタグラムをフォローし、今月の投稿に番組の感想を書いてください。当選候補者にはダイレクトメッセージでご連絡します。応募締め切りは12月31日。詳しくは番組ホームページ、またはインスタグラムの番組アカウント sss_813jwave をご覧ください。来月2020年1月はザ・ボーディーズの皆さんをマンスリーゲストにお迎えします。お楽しみに。それではまた来週のこの時間に、2020年も素敵な時を共に刻むことができますように。セイコーサウンドストレージ、ナビゲーターの佐藤千秋でした。セイコーサウンドストレージ。 This program was brought to you by セイコーホールディングス。